今日はちょっと録音のマイクをですね、見つからないもんですから、パソコンについてるマイクで、録音しますので、ちょっと音質が問題があるかもしれません。反論考える10、日本文化。読者からのメールの内容はですね、日本には独自の文化などない、中国、韓国からの文化が伝来し、上手に日本流に作り変えた。明治維新後は西洋文化が流入して、日本の屋台骨を作った。天皇だって韓国由来。このように日本の文化は中韓西洋の折衷文化であり、しかしそれらを合わせのみ上手に日本流に作り変えて、それを利用してきた。それを選択してきたのは戦争も含めて、世俗的な日本人によるものだと。こういう見方はですね、今までは、日本の文化人がですね、文化というのを非常に狭く見ましてね、例えば日本には神道があるし、天皇陛下もおられるし、いろいろ日本独自の、日本の着物もありますし、それから日本の言葉っていうのもありますしね、文化っていうのはもちろん、言葉や服装、畳による生活、いろいろなものが住居、それから藁葺き屋根の作り方、お米の作り方ですね、それから食料、食事ですね。こういったものが文化の中心をなすもので、その他に若干ですね、言葉は日本語はあるけども、中国から漢字を輸入してきたっていうのもありますね。これは大昔奈良時代には中国から漢字をもらってきたんですけども、明治維新の時には、ヨーロッパが使ってる、例えば国民とか民族とか、そういったものは今中国が使ってる漢字の75%は日本が作って中国に輸出してるもんですから、文化ってそういうもんで、あまり対立的ではないですからね、相互にいろいろ利用してる。韓国から、例えば焼き物なんかもですね、伝来しておりますし、それから工芸品なんかもですね、それから人間もかなり韓国からも来てますが、日本からの韓国への影響も非常に多いということが言えますね。ヨーロッパ、明治の時にはヨーロッパの文化が入ったと言っても、能率的にして日本国を強くしようってことはありますけれども、今でも日本人、日本の生活というのはですね、ヨーロッパとはもう相当違います。ですから、ここに書いてあるように、日本の文化は中韓西洋の折衷文化でありっていうのは、これ自虐的な日本人の特徴を利用して、作り上げた、作り話なんですよね。多くの日本人がそう思ってるんですけど、これは、学校の先生、日教組なんかの影響を受けた学校の先生が主として言ってたことなので、じゃあ文化っていうのを書き並べてくださいと言ったらですね、さっき私言ったように、生活では家の作り方、例えば、韓国はですね、オンドルがありまして、もともと大体基本的には石の家が多いんですけども、韓国から何回も、約合計大規模だったら2回ですね、石の家やレンガの家が入ってきておりますが、日本は全てそれを拒否しておりまして、畳と木の家を作ってきました。それから中国から豚肉をはじめとした中華料理っていうのが何回も入ってくるんですけども、それからアヘンなんかも入ってくるんですが、日本は日本料理というものをあまり崩しませんでした。肉も食べませんでしたね。そういうふうに日本の生活の畳であり、家であり、日本食であり、それから夫婦の間の関係ですね。これも韓国は、どうも、儒教というのは随分後から、後からってことないんですけど、一応できたもんですが、そういうのと違うものですね。それから宗教的には神道という、日本独自の宗教があり、天皇陛下という社会体制も、これ韓国、中国には見られないことであります。その他、いろいろなものの考え方、ものの哀れ、こういったものもですね、奴隷制度がない。こういうの全部、日本独自ですね。ですから、日本の文化は、日本独自の文化が中心で、それに、中国とか韓国から西洋の文化も一部取り入れてやってきたと、いうのが正しいんですが、こういう言い方は戦後ですね、かなり文化人が、とにかく日本を悪く言いたいと、日本を小さく見せたいということで、作り上げたおとぎ話ですけれども、今でも、こうしてですね、影響が受けている方が多いなという感じはいたします。それから天皇の韓国由来というのは、これは組織的な動きがあるんですね。
日本国が成立する大体紀元前200年ぐらいから紀元後200年ぐらいまで、この間はですね、韓国はまあ主にですよ、高句麗と新羅と、それからまあ今新羅ということもありますが、百済の 三国ですね。ここはあの朝鮮側にも詳しい、三国志のようなものがありまして、それから中国では前漢後漢に当たりますからね、いろんな歴史的書物があってですね、まあ日本国の成立、まあ、むしろあの新羅、新羅のですね、首相なんかが日本人だったりすることもあるし、まあ、百済とは同盟を結んだ、日本が同盟を結んだりしておりますので、天皇陛下が韓国由来であるということは、まあ、韓国由来でもいいんですけどね、全然何の差し支えもないんですが、まあ、韓国由来ということはありません。ただこれはですね、現在ネットを中心として大々的に、多分分かんないんですけど、朝鮮の方かですね、反日日本人かどっちかなんですよ、分かりません。全然その先が分かりませんのでね、情報発信、いやまあ韓国が日本を悪く言うよりか、日本人の中の反日日本人の方が悪く言うんですね。ですから、まあ、僕はいつも韓国朝鮮は我々の戦友だと、だから別にそれほど悪くは言いたくないと、隣国でもあるし、だけど日本の中の反日日本人はそんなに反日なら外国に行ってくれよって言ってるんですけども、まあ、反日日本人じゃないですかね、あの天皇が韓国由来だっていうのを組織的に流してるんですよ。ですからだん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 それが増えてきて、確かにそういう書物にぶつかるとちゃんと理屈通り書いてありますが、まあ、歴史的にきちっとしている、まあ、韓国のその高句麗新羅頃の記録文書ですね、韓国の朝鮮の記録文書、それから中国の歴史書ですね、歴史書というのはその当時の歴史書ですね、これを読みますと、日本の日本書紀とかその持ち出さなくても、あの日本国っていうのが、まあ、大体おおむね独立してて、どちらかというとですね、まあ朝鮮には悪いんですけども、新羅なんか結構何回も攻めてますね。まあ大規模な戦争はなかったんですけど、海賊みたいなのがよくよく行ってですね、沿岸を荒らしたりしております。その頃は、朝鮮の国から見れば日本は和というふうに呼んでましたから、和の国から、何年何月にどのくらいの規模の盗賊団が来たとかって詳しく書いてありますので、そのここに書いてあるのは天皇だって韓国由来というのは、これはですね非常に組織的なんですよ。現在この組織的なのは多分反日日本人じゃないかと思うんだけど、とにかく、ま、あの明らかに違う歴史を言うんですね。私はね、あの日本がいいとか韓国がいいとか、あ朝鮮がいいとか中国がいいとかあんまり言いたくないんですよ。あの学者ですから、その好き嫌いないんですね。ただ事実をきれいに整理したい。事実を整理するときに一番問題なのは、事実よりか思想が上っていう、朝日新聞がそれですね。ものすごく思想の強い人はですね、あのその思想を実現するためには事実を少し曲げてもいいっていう考えになるんですよ。これも必ずそうなるんですね。まあ親がですね、子供にそのことするとお化けが出てくるよっていうのも一緒ですね。あの、子供にしつけるためにはお化けなんかいないことを知っててもお化けが来るっていう場合がありますね。まあ、そういった、まあ、いわば子供騙しといいますか、事実を知るそのチャンスがないということを見据えてやるってことあります。まあ本当はぜひ、後漢書後漢書、それから朝鮮の三国志、三国志記って言いましたかね、まあそういったものをお読みになれば、まあ、こういった組織的な、嘘というのを見破ることができます。ですからまあ、結構その事実か事実じゃないかということをその見るのは本当に大変なんですけども、いずれにしても私がここにその読者のからのメールで日本文化というのをやったときに、日本の文化全体がどういうものなのか、まあ、今言ったように家とか食事とか人生とか夫婦の関係とかですね、それから社会の構造、まあ、そういったものは全く日本はですね宗教も含めて変わっておりません。一部ですね、漢字の言葉の一部を使ったとかですね、まあ、そういうということですね。まあ、そういうことで、あのどこの国もそうなんですけども、例えばヨーロッパはほとんどアリアですから、ヨーロッパにもともと住んでる人の文化はもともとないしそれから中東も途中でイスラムになってますからね。ですからまあ紀元700年までは通常の、まあ、ゾロアスターみたいな宗教で、その後イスラムに変わってますから、生活様式なんかも、まあ、随分変わっております。まあ、そういうふうにですね、
世界どこでもですね、独自の文化を持ってる、 100% 独自の文化を持ってるってことはありません。だいたい日本ぐらいの独自の文化と、それから周りから来る文化の取り入れ、この2つでですね、できていると、いうことですね。だけどもこういった考えの方が多いということはとても問題だと思います。